スティーブ・ブシャミは、アメリカ合衆国の俳優、映画監督。ニューヨークシブルックリンにて、イタリア系の父親とアイルランド系の母親の間に、生まれるブシャミには、ジョー、ケン、マイケルという三人の兄弟がおり、カトリックの環境で育てられた。リー・ストラスバーグ主催の演劇学校で演技を学ぶ。出演作品は80本を超え、90年代に最も仕事をした。 俳優ランキングの4位に入った。ティム・バートン、公演兄弟、アダム・サンドラー、ジム・ジャームッシュ、ロバート・ロドリゲス、マイケル・ベーラー個性的な監督たちの作品に数多く出演している。また、クエンティン・パランティーノが専門学生時代に制作したレザボア・ドックスについてはミスター・ピンク役で出演しており、ハリウッドでリメイクが決まっても同役で出演し、 注目を集めた。一度見たら忘れられない、悪の強い風貌で、しばしば殺されたり喧嘩に巻き込まれたりする役で、個性派俳優として活躍している。コンエアーにおいては、囚人や警官さえもが恐れる伝説の連続殺人犯、ガーランドグリーンを演じた。私生活では、女優のジョー・アンドレスと結婚、ダンジンが誕生している。年、アンドレスと別。 今なおエージェントを雇わずに自ら出演以来の電話を受けることでも有名。日本では2000年にプロバイダのゼロの CM にも出演している。売れる前は昼間は消防士として働き、夜はスタンダップコメディの舞台に立っていた。その後コメディに見切りをつけ演技を勉強し始めた。現在でもボランティアで消防士としての活動を続けているという。 アメリカ同時多発テロ事件の際、世界貿易センタービルのがれきの山の中、昔着ていた消防士の防火服を着て救出作業をする彼の姿が目撃されている。本人はこの件に関してインタビューを受けたり、写真を撮られることを拒否した。2001年にバーでの喧嘩に巻き込まれて喉などを刺され、方に傷が残ってしまった。ありがとうございます。